ロッチさん、6連符を叩こうとするとどうしても力が入ってしまいます。脱力ってどうしたらいいでしょうか。6連符みたいなその早いパターンで力が入ってしまうときは、右手と左手がつられてしまっていることが多いような気がするんですね。で、実際のレッスンでも結構その右手と左手を分離させると、なんかすごい早く叩けるようになってきたりするんで、こういう動きを一回ね試してもらいたいんですが、手の動作をまあ3発叩いてもらうんですけど、右手を5時、4時、3時で、こう1発ずつこう叩いてもらうんだよね。タッ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 タ。この5時、4時、3時、5時、4時、3時で、このこれがいけたら、この右手だけの動作と、左手を組み合わせる感じなんですよ。で、左手が入る入らないにかかわらず、5時、4時、3時を、右手はキープして、右手と左手を分離させるみたいなね。だから、この、5時、4時、3時、5時、4時、3時のこの動作のままで、分離されると上がると思うので、でもしかしたらこの何やろ6連符が苦手な場合は多分ねこの辺でつられてね上がりにくいと思うんですよ。だからこの右手と左手の動作、この、右手の5時4時3時の、1回でタッツーツーを叩く動作の間に左手をこう組み合わせるような感じでやってもらうと、まあ、6連符の、力が抜けて脱力できるように なると思います。はい、